ちょっといいか？はい。流暢先輩。や、ちょっといい？お願いします。ありがとう。ねえ。ああ、みんな準備はいいか？もちろんです。準備万端です。獣との戦いは何が起こるかわからないところもあるからね。回復薬の準備は万全です。何かあったらすぐに天命を回復いたします。心強いね。ありがとう、ティーゼ。よし、それじゃみんなで力を合わせて討伐しようぜ。
どうだ？はい。大丈夫？ありがとうございます。ジェネレートサーバー、先輩の先輩を作る時代で大丈夫です。みんなお疲れ様。よくやったぞ。ありがとうございます。本当に二人とも大活躍だったね。先輩に褒めていただけるなんて光栄です。うん、二人の将来がまこと楽しみだな、ユージオ君。まあ、二人ともさすがは10人以内に入っただけあるよ。でも2年に進級するためにはもっと強くならなきゃいけませんよね。そうです、私たちもっと頑張ります。本当に熱心だね。1年かけて僕たちが教えられる限りのことを教えるよ。だからこれからもよろしくね、2人とも。はい。よし、これで栄えある第1回後輩たちとの課外授業が終わったな。うん、2人とも獣と戦うのなんて初めてだろうに、同日についてきてくれて驚いたね。ああ、あの調子だと2人とも上達は早そうだな。それはそうと、キリト、課外授業の間あんまりロニエと喋ってなかったじゃないか。そうか、戦闘とか周りへの確認に気を取られていたからかな。喋り出したと思ったら少し難解な剣術理論について話し出すし、まだアインクラッド流を学び始めたばかりの子に下段と新技レイジスパイクの話は難しいよ。いや、覚えておいて損はないはずだぜ。ノルキア流の格好つけた型の初動が決まる前に下段から突進決めれば先手を打てるからな。僕はそういう戦法の話は慣れてるけど、あれを初めて聞く人はかなり戸惑うよ。もっと初級から徐々に教えた方がいいんじゃないのかい？それに関してはユージオ君の意見を参考にしよう。初めてロニエに稽古をつけた時ちょっと急ぎすぎたこともあったからな。多分昔の友情があまりに飲み込みが早かったし、それと同じ調子で教えようとしちゃったのかもな、俺。ん？どういう意味だい？だってお前は俺が教えてないスラントの構えを一人で覚えられただろ。他にもそんなことがたくさんあった。これまで友情は少しきっかけになるようなことを話せば次の君は大体技を習得できたんだよ。僕はどうしても君から剣を学びたかった。君の話を一言も漏らさず聞いて技を盗むのは当然だよ。ふふん、そうかい、ユージオ君。うん、だから特別僕の飲み込みが早かったわけじゃないよ。何でも早く習得できるように努力をしただけなんだ。ユージは努力家で負けず嫌いだからな。まあそういえば
遊女の指導生だったゴルゴロッソ先輩も遊女のそういうところが気に入ったんだってな。うん、先輩が卒業してからまだ1ヶ月も経っていないのにもう懐かしいよ。ゴルゴロッソ先輩、最後に言ってくれたな。先輩が僕を選んでくれた理由、僕はゴルゴロッソ先輩と同じように上を睨んで必死にあがくやつだと思ったからだって。ユージオのことをよく分かってる人だったんだな。うん、先輩の指導は厳しかったけど本当に身になったよ。バルディオ流は派手さがないけど恐ろしく実践的な非容疑がいくつもあるもんな。ああ、ゴルゴロッソ先輩は稽古ではとことん強胆な人でちょっと大変なこともあったけどね。なんだっけ、最初に服を脱げって言われたんだよな。正直初めはかなり面食らったよ。でもそうして筋肉のつき方を細かく見てくれたからどこをどんな風に鍛えればいいか分かったんだ。いや、今でも思い出すな、初稽古の日友情がへばってたこと。だって最初の稽古で素振り200回を命じられたら誰でもバテるだろう。キリトだってリーナ先輩の指導でヒーヒー言ってたじゃないか。まあな。僕たちもそば好きの時代にはああやって厳しく時には優しく先輩に指導してもらったんだよね。ああ、上級修験士になれたのも先輩たちがちゃんと鍛えてくれたからっていうのもあるかもな。そうだよ、だから僕たちもティーゼとロニエにいい指導ができるように頑張らないとね。なあ、先輩たちによくしてもらったのを返すためにな。よし、それじゃあ次外出した時は蜂蜜パイを土産に買ってくるか。ちょっとキリト、君のいい指導は美味しいものを食べさせてあげることなのかい？そういうわけじゃないけど、自分が先輩にされたら嬉しいことを考えるとさ。まったくもう先が思いやられるな。どうしたの、ティーゼ？ユージオ先輩、ごめんなさい、稽古中にため息なんかついちゃって。今は休憩中だしため息ぐらいなんでもないよ。それより何か悩み事？あの、先輩はお気づきかもしれませんが、私木剣を思うように扱えない時があって。確かに白金菓子の木剣は優先度が高くて重いからね。最初は仕方がないよ。はい、ほんの少しだけなんですが、もっとうまく扱うにはどうしたらいいんでしょうか？そうだね、剣への愛情を持つことかな。剣への愛情？うん、僕も以前は青バラの剣が重すぎて振るどころか持ち上げるのすら苦労したんだよ。そうなんですか？でも前に獣退治に行った時はあんなにすごい剣技を使ってたじゃないですか。付き合いが長くなって僕の装備権限が上がったからね。でも僕は剣と剣士の関係はそんな風に数字だけで表せるようなものじゃないと思う。仮に自分の権限よりずっと優先度が低い武器でも存在に扱ったりしたら持ち主の意思に応えてくれない。昔の僕がこの剣を触れなかったのは権限が足りなかったからじゃなくて剣への愛情が足りなかったから、そんな風に思うんだよ。なるほど。うん、剣だけじゃないよ、服も靴も食器も新生術で生成した素因一粒だって心をつなげば必ず応えてくれる。きっと人もね。ユージオ先輩、私これまでそんな風に考えたことありませんでした。子供の頃から剣の訓練をしていましたけど、いつも木剣が折れたら両親はすぐに買い替えてくれたんです。でもそうですね、この木剣と一緒に私はここで2年間勉強することになるんだから、一緒に頑張ってくれるこの子に感謝して
ちゃんと手入れを怠らないようにします。うん、そうしてあげるときっと剣にも伝わるよ。はい。それじゃそろそろ稽古を再開する？大丈夫かな？はい、もちろんです、ユージョー先輩。お疲れ様、ティーゼ。スラントの動きが前よりも良くなってたよ。そうですか、よかった。もしかしたら早速効果が出たのかもしれないです。効果？さっき先輩が教えてくれた剣への愛情ですよ。この子を大切にしよう、一緒に歩んでいこう。そう思ったらいつもよりこの子が少し軽く思えたんです。本当かい？それならよかったよ。じゃ片付けをしてお互い寮に戻ろうか。あの、ユージオ先輩。ん？なんだい？ユージオ先輩とキリト先輩って次の反則日はご予定ありますか？うん、特にないよ。あいつも多分暇してると思う。ドニエと一緒に考えたことなんですけど、みんなで野遊びに行きませんか？野遊び？はい、学院の敷地内にある森にみんなで行って一緒にお弁当でも食べれたらなと思って。あ、もちろんお弁当はロニエと私で用意しますので。そうだ、僕たち先輩なのに君たちの親睦会もまだしてなかったね。気を使わせちゃってごめんよ。そんなことないです。私たちが先輩たちとゆっくりお話しする機会が欲しくてお願いしただけなので。ありがとう。それじゃあその提案に乗らせてもらうよ。キリトに声をかけておくね。あいつがちゃんとロニエの指導生をやれてるかどうか心配なところもあるしね。う、それは大丈夫ですよ。だってロニエったらいつも。え？お、いえ、なんでもないです。ではよろしくお願いします。だからハイノルキア流の上段の構えから放たれる斬撃で事前に備えるものは一つしかない。真上からか斜め右上から。その他の軌道は必ず足を踏み替えるから、それを見てからでも受けが間に合う。なるほど。ではどうやって真上か右上かを見分けるというとだな。はい。心配したけどロニエとはうまくやってるようだな。話の内容はさておき。ちょっとユージオ先輩聞いてるんですか？ごめんごめん、聞いてるよ。で、なんだっけ？もう聞いてないじゃないですか。そのあんまり森が綺麗だからつい。珍しい動物もいるし。珍しくなんてないですよ、ユージオ先輩。あんなの外区に生えてる木にだっていっぱい住んでますよ。へえ。そういえばティーザはオート出身だったよね。家は近いの？実家は八区ですから、学院のある五区からはちょっと遠いですね。そうなんだ。あれ、ティーザは貴族出身なんだよね。貴族の屋敷は三区と五区に集まってるって聞いたけど。父は一応六等職士なんですけど、でも下級貴族もいいとこですから。帝国行政府に近いお屋敷街に住めるのは四等職士までで、五等六等職士にはいろいろと権利の問題があるんです。父なんか採血権持ちの上級貴族に怯えなくていい分、平民の方が気楽だぞって。あ、すみません。大丈夫、気にしなくていいよ。採血権を持っているのは四等職士までだったよね。はい、五等以下の職士は逆に上級貴族の採血の対象になってるんです。些細なことで上級貴族の機嫌を損ねて断罪されてしまう五等六等職士もたくさんいるみたいで。そうか、貴族なのにそんな目に遭うなんて。はい、
とはいえ肉体的な刑罰じゃなくてお給金の減額とかがほとんどみたいですけど。大変なんだね、貴族の世界も。ですから私みたいな六等職士の跡取り娘は貴族なんていうのは名ばかりで、暮らしは平民の皆さんとほとんど変わらないんですよ。あの池のほとりがいいんじゃないですか。あそこが良さそうだね。おーい、キリとロニエ、あの池のほとりでお昼にしようよ。腹減った。私たちが作ったのでお口に合うかどうか。あ、すっごく豪華な料理だね。二人ともすごいな。おお、さすがだな。ちょっと待ってくださいね、店名を確認しますから。全部の料理の店名確認しました。大丈夫です。よし、それじゃ。キリト先輩、食前のお祈りと聖句を唱えてからですよ。そうだった。それではアビアドミナ。うまい。羽地家庭に勝るとも劣らない味だぞ。ロニエ君、ティーゼ君。本当ですか。すごく美味しいよ。でもこれだけの材料を揃えるのは大変だったんじゃないの。実は初等練習は安息日にしか外出できませんので、キリト先輩にお願いして昨日買ってきていただいたんです。そうだったの。言ってくれれば僕も買い物に行ったのに。ユージオ君は図書館にいたからな。俺一人で済ませてきたというわけだ。まったく。それにもうそこまで打ち解けていたなんて、心配して損したよ。キリト先輩は怖そうだけど本当は優しい方なのはすぐに分かりましたから。そうなのかい。まあともかくキリトがちゃんとロニエと打ち解けてるならよかったよ。なんだ、ユージオ君はそんなに俺を心配してくれていたのかい。そういうわけじゃないけど、まあキリトはいつもなんだかんだ言って宿屋のおかみさんや子供に知らない間に好かれてるからね。確かにそう思えば心配する必要はなかったと言うべきかな。そうだ、先輩たちは長い間一緒に旅をしていたんですよね。なあ、修験学院に入るまでの1年ぐらいかな。キリトと来たら旅の道中いつも破天荒なことをして周りや僕をびっくりさせてたよ。へえ、どんなことですか、聞かせてください。おい、ユージよ、余計なことは喋るなよ。じゃあまずは僕たちが農場に居候してた時のことから話そうかな。あれは確かキリトが朝寝坊しそうになった日のことで。おい、それはダメだって。先輩たちの旅って本当楽しそうですね。しばらく忘れられそうにないです。ユージを覚えとけよ。君の武勇伝を話しただけで変なことは言ってないじゃないか。いや、それが恥ずかしいんだって。もう4時半ですか。早いですね。ほんとだ、そろそろ戻らないと二人は門限に遅れちゃうね。おいしいお弁当ありがとう、ロニー、ティーゼ。それじゃあ行こうか。ユージオ先輩、今日はありがとうございました。本当に楽しかったです。こちらこそありがとう。お弁当も美味しかったし、親睦会をできて楽しかったよ。改めてこれから1年間ティーゼにはお世話になるけど、
僕もできる限りティーゼの力になりたいと思うよ。だからいつでも遠慮なく頼ってね。はい、ユージロ先輩、これからもどうかご指導よろしくお願いしますね。うん、君に僕の知るすべての剣術を教えるよ、ティーゼ。いや、ああ、おい。やれやれ。キリト先輩にユージオ先輩、お疲れ様です。いや、ロニーにティーゼ。珍しいね、二人と食堂に来る時間が合うなんて。はい、あの先輩、私たちもご一緒していいですか？もちろんだよ。わあ、嬉しいです。そういえばキリト先輩とユージオ先輩っていつも一緒にいますよね。うん、2年ぐらいはずっと一緒にいるかな。同じ衛兵隊に半年いた後にこの学院に入ったからね。まさに俺とユージオ君は運命共同体だからな。何その運命共同体って？同じ道を目指すものってことだよ。なんだかお二人ってとても仲が良さそうで羨ましいです。似た者同士はよくつるむものですな、ライオス殿。さしずめ、新たな曲芸の打ち合わせでもしているのだろう。次の出し物を楽しみにしようではないか。そうですな、ライオス殿。まことにいつ見ても獣同士の馴れ合いは微笑ましいことよ。しかし奴ら、貴族の子女をそば好きにするなど、いやしくも貴族の真似事をしているようですぞ。案ずるな、ウンベール。貴族とはいえ六等爵家、不憫ではあるが、末席の娘たちにはふさわしい苦行ではないか。アンティノス宗剣士殿に、ジーゼック宗剣士殿、何かご用件でしょうか？貴様、無礼だぞ。ライオス殿の名を口にするときは首席宗剣士殿をつけるべきであろう。そして私を呼ぶときは自責をつけたまえ。これだからしつけの足りない平民は困るのだ。落ち着け、ウンベール。曲芸師は芸の打ち合わせに忙しいゆえ、礼節を尽くしている暇などないのだ。まさにそうですな。検定試験に向け、せいぜい卑しい芸を磨かれるがよい。今のって？ごめん、二人とも、僕たちと一緒にいたせいで巻き込まれちゃって。いえ、そんなことはいいんです。アンティノス上級宗剣士殿とジーゼック上級宗剣士殿はキリト先輩とユージオ先輩にいつもあんな態度を？ああ、初等練習の頃からだよ。もう慣れたけどな。同じ上級宗剣士なのにですか？仕方ないよ、相手は貴族だ。いや、貴族がみんなあんな人ってわけじゃないけどね。ティーゼとロニエは僕たちに平等に接してくれるし。そんな、当然です。それどころか、先輩たちは衛兵隊からのわずかな推薦枠として選ばれて学院に入って上級宗剣士になったんですよね。私たちはそんな狭き門を通ってきた先輩たちのそば好きになれて光栄だっていつも思ってるんですよ。まあ、そんなに褒められると照れるな。うん、なんだか恥ずかしいよ。でもライオスたちには気をつけてね。もしあいつらに何か言われたら僕たちにすぐ相談してくれ。そうだな、
学院則に背くようなことはしないと思うけど、何をするかわからない連中だから。はい、わかりました。気をつけます。それじゃあ先輩方、また放課後に。本日も稽古よろしくお願いします。うん、またね。次の授業は確か風素の生成についてだっけ。あ、宿題忘れたかも。まったく何やってるんだよ、剣の練習ばっかりしてるから。それにしてもライオスとウンベールがティーゼとロニエにまであんなこと言うなんて。ああ、五島杓子以下の貴族をバカにしてるのは知ってたけどな。気をつけておいた方がいいね。僕やキリトは慣れてるけど、ティーゼたちがいじめられたらあまりにかわいそうだ。キリト？いや、なんでもないよ。時間もやばいし、教室まで急ごうぜ。え、うん。さっきなぜか嫌な予感がした。気のせいだと思いたいが、ユージオの言う通り、今後のライオスとウンベールの動きには気をつけるようにしよう。課外授業から数日後。さてと、ユージオ君、軽く稽古でもどうかな。僕は全く構わないけどね。でももうすぐ上級新生術の試験だよ。しかも筆記の他にキリトの苦手な闘素生成の実技もあるよ。仕方がないか、稽古は諦めて試験勉強でも。ま、待ってキリト。ん？やっぱり稽古に付き合うよ。それはありがたいけど、新生術の試験もあるしさ。闘素生成の練習は次の機会に僕が手伝うよ。だから今日は僕の稽古に付き合ってほしいんだ。そこまで言うなら構わないけど、急にどうしたんだ？この間ロニエやティーゼと課外授業を受けた時のことを覚えているかい？もちろん。衛兵隊から聞いていた以上に獣が凶暴で苦戦したんだよな。あの時僕はキリトのように動けなかった。仕方ないだろ、突発的な状況だったしさ。でももしかしたらロニエやティーゼに大きな怪我を負わせることになっていたかもしれない。実戦経験が少ないからなんて理由でいざという時に行動できないのは悔しいだろう。うん、まあそうだな。というわけだからキリト、今日は僕の特訓にとことん付き合ってもらうよ。わかった、任せろ。それじゃ修練場へ急ごうぜ。おや、ユージオ修剣士、それにキリト修剣士。げ、ちょっとキリト、何か言ったかな。いえ、何でもありません。こんばんは、アンティノス修剣士殿。無礼ではないか。ライオス殿を呼ぶときは首席修剣士殿をつけるべきであろう。まあ良いではないか、ウンベール。それじゃあ俺たちは向こうで稽古をするので。ん、頑張りたまえ。ライオスとウンベール、彼らの巨大な自尊心が剣の威力を高めていると考えれば、あいつらが首席と次席になるのも納得せざるを得ないかもな。キリト、どの稽古から始める？あいつらが修練場から出ていくまではとりあえず素振りで体を温めようぜ。賛成。それじゃ、しっ。いやはや、いつもながらユージオ殿の稽古はくしきものよな。毎晩毎晩あればかりだが、型も技もない棒振りに一体どのような意味があるのか知りたいとは思わないか。
全くですな、ライオス殿。気にするな、ユージオ。分かってる。聞けばユージオ殿はどこぞの田舎で木こりをしていて、剣技の一つも知らないそうですぞ。そのような事情があるのなら、同じ寮で修練する者としてせめて型の一つなりとも矜持差し上げるべきだったかな。おお、ライオス殿の画寮たるや、まさしく杓子の鏡というものですな。どうかな、ユージオ殿。ライオス殿のお言葉に甘えて指導を受けていってば。このような機会二度とはないぞ。確かに二度とはない機会かもしれませんね。それではお言葉に甘えて行ってご教示願いますでしょうか。おい、ユージオ。前にライオスたちは自尊心を剣に乗せ強さにしているって言っていただろう。僕にはそれが納得できないんだ。高い身分を鼻にかけ、自分たちより下位の釈家に生まれた生徒や平民での生徒を見下し長老する、そんな彼らの心根が剣に力を与えるなどあり得るのだろうか。それを確かめたいんだ。分かった。でも気をつけろよ。うん、ありがとう。それでは早速そこで型を披露してみたまえ。そうだな、まずは簡単なところから。いえ、せっかくのお申し出ですから、型の公表よりもジーゼック殿の高貴なる剣を我が身に直接ご指導いただければと。なんだと。それはつまり我が剣に打たれたいということかな、有事を集権し。それはもちろん寸止めでお願いしたいですが、しかしこちらは指導を請う立場、この上注文するのは無礼というものでしょうね。ほうほう、なるほどなるほど。初撃決着でも構わんと申すの。よかろう、我が剣技を有事を集権しに披露しようではないか。では参るぞ、ハイノルキア流の神髄、その身をもって学ぶがよい。しらな姿に流派の卑しさがにじみ出ているぞ。あわよくば次の検定試合で俺やライオスどもに取って代わろうと思っていたんだろうが、そうはいくものか。この場で右肩砕いて当分剣を触れなくしてやる。ユージロ、恐れるな。そうだ、僕はバカか。剣士が怪我を怖がってどうする。せー、そこまで。この立ち合いは引き分けとする。ライオス殿、俺、いや、私がこのような田舎剣士と引き分けるなど。ウンベル。わかりました。貴殿の珍なる技、大いに楽しめたぞ、有事を集権し。卒業後は定律曲芸団あたりに転職を求めてはいかがかな。お気遣い、痛み入ります。アンティノス集権し。次は私が貴殿に力というものを見せてやろう。僕は今でも構いませんが。剣を振り回すばかりが戦いではないぞ、無声の輩。見事な剣技だったぜ、ユージオ。まだまだだよ。でも
ウンベールが剣に込めていた貴族の自尊心を源とする力は実感したよ。次に戦うまでに僕も見つけないといけないな、剣に込めるべき何かを。大丈夫、友情ならきっと見つけられるさ。焦らず、ステイクールで行こうぜ。なんだって、ステイ、今のはアインクラッド流の極意その1だよ。落ち着いていこうぜっていうような意味かな。別れの挨拶にも使うけど、じゃあまたなみたいな感じで。へえ、分かった、覚えておくよ。それでユージは稽古はどうする？もちろんやるよって言いたいところだけど、思いのほか疲れてるみたいだな。悔しいけどね。ずいぶん集中していたみたいだし仕方ないさ。稽古はまた今度にしようぜ。ありがとう、僕はもう少しここで休んでいくよ。わかった、先に寮に戻ってるぞ。うん、ステイクール。別れの挨拶つっても日常的に使うような言葉じゃないんだそれ。もうちょっとちゃんとしたお別れっぽい時にとっておけよ。ふん、ややこしいんだな。それじゃまた後でな。ドニエ、ティーゼ。ユージオ先輩、キリト先輩。また課外授業への参加が学院から打診されたんだけど。もちろん行きますよ。ティーゼも問題ないかい？はい、ただ一つだけお願いがあるんですけど。ん？なんだい？課外授業が終わった後少し話せたりしますか？ユージオ先輩とキリト先輩に聞いてほしい話がありまして。もちろん大丈夫だよ。ありがとうございます。それじゃ準備ができ次第出発しよう。回復薬と装備の準備はバッチリです。素因生成の術式もちゃんと暗記してきました。よし、それじゃ目標を目指して出発しようか。はい。
ロニエ。はい。ティーゼ。はい。はっ。手助けすると言っておきながら危ない目に遭わせて。あ、謝らないでください。参加すると決めたのは自分の意思なので。そうですよ。そもそも私たちがもっと強ければ、あんな獣に苦戦することもなかったはずですし。いや、そんなことは。まあ全員無事だったんだから、ひとまず良かったじゃないか。俺たちが油断していたのは事実だ。次はもっと慎重に行動するから、また一緒に来てくれないか。はい、もちろんです。自分たちもそれまでに腕を磨いておきます。俺たちも頑張らないとな、ユジオ。うん、そうだね。さあ、目標は倒したし、学院に戻ろう。この辺りで少し休んでいこうか。ああ、そうだな。それより今回は無事に獣を倒せたな。ロニエとティーゼもよく動けていたと思う。本当ですか。ああ、二人だけでもやれたんじゃないか。さすがにそれは無理ですよ。そういえば出発の前に聞いてほしい話があるって言っていなかった？そうでした。ユージオ先輩、キリト先輩、実はお二人に一つお願いがあるんです。お願い？何かな？大変申し上げにくいことなんですが、そのずっと前にユージオ先輩がおっしゃっていた指導生の変更申請に関して、学院管理部にお口添えいただきたく。それは僕のそば好きをやめたいということ？それともキリトの、もしかして両方？違います。私たちじゃないです。そんなとんでもないです。お二人のそば好きはむしろ変わってほしいって子がいっぱいいて、いや、そうじゃなくて、変更をお願いしたいのは寮で同室の子なんです。フレニーカって名前で、真面目で一生懸命で、剣が強いのに控えめな、とってもいい子なんですが。実はフレニーカをそば好きとして指名なさった上級修剣士殿がかなり厳しい方らしいのです。特にここ数日、ちょっとした粗相にも長時間の懲罰を課されたり、学院内では
少々不適切と思えるようなお世話を追いつけになったりされるようで、フレニーカが辛そうで。フレニーカの指導生の名前は？あの、ウンデール・チーゼック、自責上級修験したのです。あいつ、ユージオに返り討ち食らったくせにまだそんな陰湿な真似してるのか。返り討ちになんかしてないよ。結果は引き分けだ。でも、もしかしたらそのせいで。つまりジーゼック上級集権したのはユージオ先輩と立ち合いで引き分けたことの腹いせって言いましたっけ、そういうの。そう、それです。勝てなかった腹いせにフレニーカに懲罰権を行使されたり、屈辱的な御用をお命じになられていると、そういうことですか。私には分かりません。私のお父様は言ってました。私たちが特権を持ち贅沢な暮らしを送ることを当たり前と思ってはいけない。貴族であるということは、そうでない人たちが楽しく平和に暮らせるよう力を尽くし、そしていつか戦が起きた時は貴族でない人たちより先に剣を取り、先に死ななければならないということなんだと。ジーゼック家は四区に大きな屋敷を構えて、セントリア郊外には資料地だって持っている名家です。ならばジーゼック上級集権したのは下級貴族よりももっと人々のために尽くさなければならないのではないですか。たとえ禁忌目録に記されていなくとも、貴族ならば自分の行いが誰かを不幸にしていないか常に考えねばならないとお父様は言いました。ジーゼック上級集権士殿の行いは確かに禁忌にも学園則にも触れていないかもしれませんが、でもフレニーカは昨夜ベッドでずっと泣いてました。なんでそんなことが許されるのでしょう。素晴らしいお父さんだな。一度お会いしてみたいよ。いくら上級集権しても学院則に定められた範囲外の仕事、そば好き練習に命じたりはできないんじゃ。はい、それは違反にならずとも、その女子生徒としては少々受任しがたいご命令をいろいろと。いや、それ以上言わなくても、そのフレニーカってこの状況は分かったよ。すぐにでも協力しよう。確かそば好き初等練士の指名を解除するには教官だけじゃなくてその集権士本人の承認がいるはずだよ。ノーブルオブリゲーションと呼ぶ精神のあり方があるんだ。ティーゼのお父さんが教えてくれたのは英語じゃない、神聖語でそう呼ぶんだ。貴族、つまり力ある者はそれを力なき者のために使わなくてはいけない。そうだな、誇りと言ってもいい。聖アウグスティヌスっていう偉い人がいたんだ。その人は正しくない法は法ではないと言ったんだ。どんな立派な法や権威でも盲信しちゃダメだ。禁忌や学院則に違反していなかったってウンベールの行いは絶対に間違っている。誰かがウンベールを止めなきゃいけない。
この場合、その誰かというのは。ああ、僕らの役目だろうね。あの、私、キリト先輩のおっしゃったこと少しだけ分かった気がします。禁忌目録には書いてないけど、大切な精神、それってつまり自分の中の正義ってことですよね。法をただ守るんじゃなくて、なんでその法があるのか、正義に照らして考える、従うよりも考えることが大切なのかなって。うん、その通りだ、ロニエ。考えることは人間の一番強い力だ。どんな名剣、どんな非容疑よりも強いな。定められた法にただ従うことが正義とは限らない。本当の正義は悩んで探し出した答えの中にしかないんだ。さ、そろそろ戻ろう。ウンベールのことに関しては俺と友情に任せてくれ。はい、ありがとうございます。とはいえ、ウンベールの件、何か考えがあるのかい？俺たちが下級生をいじめるのはやめろって言っても、素直にやめるやつじゃないのは確かだよな。しかしな。しかし、なんだよ。ウンベールはともかく、ライオスは闇で陰険だけど、バカじゃないよな。神聖術や法学、歴史の成績もいい。そんなライオスが、ウンベールがそばつき練習にきつく当たるのを黙って見ているのは変じゃないか。正式な懲罰はなくても、悪い噂くらいは立つだろうし。そん時は同室のライオスの評判を下げる。自尊心の塊みたいなあいつなら、懲罰と同じくらい嫌がりそうだけどな。ライオスにもお手上げなくらい、ウンベールが不機嫌だってことなんじゃないか。その原因が僕との立ち合いなら、どうしたって僕が一言言ってやらないと。だからさ、そこだよ。もしかしたらこれは、ユージを狙った手の込んだ罠なんじゃないのか。まさか、そんなことはありえないだろうけど。とりあえず口頭で注意だけしてみよう。それでも聞き入れないようなら、管理部にフレニーカの配置替えを要請しよう。ああ、そうだな。よし、まずは僕が喋るからね。キリトはしばらく後ろで怖い顔だけしててくれ。任せろ、それなら得意だ。それじゃ。ユージオ集権士とキリト集権士です。ジーゼック集権士に少々お話が。事前に伺いも立てず押しかけるとは無礼な。まずは書状にて面会の許しを求めるのが筋であろう。よいよい、同じ学者にて琢磨する者同士ではないか。お通ししたまえ、ウンベール。ライオス殿のご厚情に感謝するのだぞ。それで我が友ユージオ集権士におかれては、安息日の夕刻に一体どのような御用かな。ジーゼック集権士に関して少々好ましからざる噂を耳にしましたので、学友がその芳名を汚す前にと僭越ながら中言に参りました。ほほう、これは意外であり妨害のことでもあるな。ユージオ殿に我が法友の名を案じていただけるとは。しかし、惜しむらくはその噂とやらまるで思い当たらない。不明を恥じつつお教え願うよりないようだ。ジーゼック殿がご自身のそばつき練習に対して卑しき行いに及んでおられるとの話を聞いたのです。心当たりがおありでしょう。無礼であろう。家名も持たぬ辺境の開拓民風情が、四刀尺家直すたるこの俺にことをあろうに卑しいなどと。
まあそういきり立つな、ウンベール。生まれは違おうとも、今は屋根を同じくして学ぶ者同士。何を言われようとも逸礼と責めることはできまいよ。とはいえ、それが根も葉もない抽象ということになれば、また別の話ではあるが。一体どこでその珍妙な噂を？互いに無意な時間を過ごしたくはないはずです。とぼけるのはなしにしましょう。ジーゼック殿のそば好きと同室の初等連士たちから直接話を聞いたのです。ほう、それはつまりこういうことかな。ウンベールのそば好きが自らの意思で公式に同室の初等連士を通じてユージオ殿に抗議を依頼したと。いや、そうではありませんが。ならばウンベール殿がそば好き連士に逸脱した行いに及んでおられることを否定なさるのですね。逸脱？なんとも奇妙な言葉だな、ユージオ殿。もっとわかりやすく、学院則違反と言ったらどうかね。ですが、学院則で禁じられていなくとも、上級修験士としてすべきではないこともあるでしょう。ほほう、それではユージオ殿は一体このウンベールがフレニーカに何をしたと申されるのかな。それは。やれやれ、さすがに付き合いきれなくなってきましたぞ。どうなんだ、ウンベール、身に覚えはあるのかね。とんでもない。何を言われているのかさっぱり思い当たりませんな。元より俺、いや私は何一つフレニーカに卑しい行いなどしていませんぞ。なぜならあの娘はただの一度も嫌だと言ったことがありませんのでね。まあいくつか他愛ない世話を命じはしましたがね、ユージオ殿と引き分けて以来、私も心を入れ替えて鍛錬に打ち込んでおりまして、これまで醜い筋肉がつくような稽古を控えていたせいもあって、全身が痛くて仕方ない。そこでやむなくフレニーカには迷宮の弱みの檻に体を揉みほぐしてもらったまでのこと。その上、制服が濡れては困ろうとフレニーカにも下着姿になることを許す寛大さですぞ。一体このどこが卑しい逸脱行為なのか理解に苦しみますな。そのような命令が許されるとお思いなのですか。何がおかしいのですか、ライオス様。いいえ、ユージオ殿もそば付き時代、舞をあのクマ、いや、ゴルゴロスト殿に服を脱がされていたと聞くではないですか。何よ、あれは先輩に筋肉のつき方を確認していただいていただけで、いかがわしい意味などありません。ならばウンベールも咎められまいな。状況は違えど、そば好きへの思いやりゆえの行為には違いない。その通り、自分は好き好んで裸になっておきながら棚上げは良くないですな、ユージオ殿。私のことは今は関係ありますまい。フレニーカー命令に抗いはせずとも、日々耐え難い思いをしている。それをあなたは理解できないようだ。
今後改善が見られないようなら教官に調査を頼むことも考えなければならないのだ。どうぞそのおつもりで。ご自由にされるがよかろう。ひとまず落ち着けよ、ユジオ。しかし意外だったよ。僕より先にお前の方が暴発すると思ってた。剣があったら危なかったな。ただ前に言った通り何か裏があるんじゃないかと思って我慢して様子を見てた。そういえばそんなこと言ってたね。すっかり忘れてたよ。でどう思った？ウンベールはともかくライオスの奴は意図的にユージを挑発してたな。つまりライオスがウンベールの行いを放置していたのは僕が抗議に来るのを見越してのことだったのか。とにかくユージを言いくるめたことであいつらもひとまずは満足しただろう。今後もフレニーカが恥ずかしめられることがあればすぐに教官に調査を要請できるよう書状だけは揃えておこうぜ。うん、そうだね。それじゃあ早く部屋に戻ろう。なあユージは？なんだい？俺のいないとこでまた連中に何か言われてもさっきみたいに熱くならないように気をつけろよ。分かってるよ。ステイクールだろ。次の日、ユージを上級集権したのご報告します。本日の掃除完了しました。はい、ご苦労様。いつもありがとう。いえ、そんな。これがそば好きの仕事ですから。悪いんだけどちょっと話をさせてもらっていいかな？はい。フレニーカの件、昨日ウンベールに抗議しておいたよ。あいつもこれ以上大ごとにはしたくないだろうから、もう逸脱した命令は出さないと思う。近いうちきちんと謝罪もさせるようにするから。そうですか、よかった。ありがとうございます。フレニーカも喜ぶと思います。前にも話したけど今回の件は僕がウンベールと立ち会ったことがそもそもの原因なんだ。フレニーカを恥ずかしめて僕が抗議に来るのも何もかも含めて全部彼らの策略だった。抗議に来た僕にあわよくば逸礼行為で懲罰を科す予定でね。だからフレニーカは僕とウンベールたちの確執の巻き添えになってしまったんだ。一度僕からもちゃんと彼女に謝りたいんだけど機会を作ってもらえるかな？そうですか。ユージオ先輩の責任ではありません。フレニーカには先輩のお言葉だけ伝えておきます。そうか、ありがとう。本当に彼女には悪いことをしたよ。いいえ、悪いのはジーゼック上級集権したのです。ユージオ先輩を罠にかけようとしたならなおさら。それに今回だけでなく、フレニーカはこれまでも何度もジーゼック上級集権したのからひどいことをされていたようです。でも彼女はジーゼック上級集権士殿の不況を買うことが怖くて声に出してそれを言うことができなかったみたいで、ジーゼック上級集権士殿の不況を買えば彼女の家や両親の天職にまで影響が及ぶ、そう思ったと。そうだったんだね。ユージオ先輩、私一生懸命考えてみました。ジーゼック上級集権士殿はどうしてひどいことをするんだろう。フレニーカが憎いわけでも恨みがあるわけでもないのにどうしてそんなことができるんだろうって。キリト先輩は貴族は誇りを持たなきゃいけないっておっしゃいました。でもジーゼック上級集権士殿みたいな方が誇りを持っているとは思いません。本当の誇りは階級の中にはなく、正しいことをして誰かを守ろうとする心の中にあるんですね。ティーザ、私強くなります。ユージオ先輩のように正しいこと、言わなきゃいけないことをきちんと言えるくらい強く。僕も強くなるよ。
誇りを持って誰かを守ることができるように。今日俺とユージオはロニエとティーゼも連れて課外授業に参加する予定だ。ロニエたち今日は遅いな。まだ来ないなんて。二人とも課外授業には積極的だし、準備に時間かかってるんじゃない？まあそうかもな。待ち合わせの時間までもう少しだろうし、このままここ出ますか。うん、そうだね。あ、そうだキリト、今週の掲示板は見た？いや、見てない。面白いことでも載ってたのか？四帝国統一大会の結果が載ってたんだよ。優勝は一等爵家ウールスブルグ家の出身者だってさ。まったく、全然興味ないな。今年の優勝者なんかより俺たちが参加する大会出場者の方を気にするべきだと思うぜ。それはそうだけどさ。わかった。話題を変えるよ。そうしてくれ。じゃあ、その件の目、いい加減決めたのかい？んや、まだ。早いとこ決めなよ。いつまでも黒いやつじゃ剣がかわいそうだろ？俺の暮らしてたとこじゃ、剣の名前ってのは最初からついてたんだ。いいような気がするな。なあユージオ、この鐘の音って。うん、もう待ち合わせの時間みたいだね。遅いな、ロニエたち。確かにティーゼとロニエが約束の時間に遅れるなんてことこれまでに一度もないね。嫌な感じがするな。あ、ちょっと初等練習量まで行ってくるよ。ユージオはここで二人を待っててくれ。おいキリト、まったく。でもキリトが心配するのも無理はないかもしれないな。どちらかならまだしも連絡せずに二人ともなんて。あの、よかった、心配した。ユージオ上級修験士殿でしょうか？あ、うん。君は？私はフレニーカ・シェスキ初等練士です。ご面会の約束もなしにお尋ねして申し訳ありません。でも私どうしていいのかわからなくて。君はフレニーカか？ユージオ修験士殿にはこの度私とジーゼック殿のことでご尽力を賜りまして心より感謝しております。あれ以来ウンベールから何か嫌なことはされていないかい？それがジーゼック殿は本日の夜間に私にそのこの場では少々説明の難しいご奉仕を命じておられまして、私このようなご命令が続くくらいならいっそ学院を辞めようと思って、そうティーゼとロニエに打ち明けたのですが、二人は直接ジーゼック殿に嘆願すると言って寮を出て行って。なんだって？でも待っていても二人が戻らないので私どうしていいのか。わかった、僕が様子を見てくるから君はここで待ってて、それでキリトが戻ってきたらウンベールたちの部屋に来るよう言ってくれないか？はい、わかりました。最初からそれが目的だったのか。僕じゃなくティーゼたちを。とにかくウンベールの部屋へ急ごう。
ずいぶん遅いお出ましだな、ユージオ上級修験士殿。さあさあ、どうぞ入ってくれ。なぜ僕とキリトのそばつきがあのような扱いを。これはやむを得ない処置なのだよ、ユージオ殿。シュトリーメン初等連士とアラベル初等連士は今宵この部屋を事前の面会伺いもなく訪れ、その上我らに甚だしい非礼を働いたのだ。あの下級貴族の娘どもは四等爵士の私がそば好きを理由なく虐げ、欲望を満たしているなどと言った。さらにあの二人は同室の私にも責任があると主張し、天津さえ貴族の誇りはないのですかとまで言うと、いかに私とライオス殿が寛大でも、これほどの逸礼行為はさすがに見過ごせなくてな。ここまでの懲罰は学院則違反では。私がいつ修験士懲罰権などという子供騙しの権利を行使したと言った。全ての懲罰において上級法の規定を優先す。学院則にはそう付記してあるのをお忘れかな。上級法とはつまり禁忌目録、そして帝国基本法のことだ。まさか。そう、三等爵士の私は六等爵士のあの娘たちに貴族採決権を行使したのだ。しかし少女を縛り上げるなどあまりにひどい。これは傑作ですな。ユージオ修験士殿はこの程度のことが我らの採決だと思っておられるようですぞ。やめろ。動くな平民。これは帝国基本法及び禁忌目録にのっとった正当厳粛なる貴族の採決である。そして採決権の妨害もまた重大な違反行為だ。そこから一歩でも動いたらお前は法を破った罪人となるのだ。うずくように痛む。そう、これはあの時感じた痛み。あの時もそうだった。僕はまた繰り返すのか。いや、助けて助けて、ユージョ先輩、ユージョ先輩。違う、こんなに。てめえが、
もう普通の術じゃ無理ない。爪を分けてください。そうわめくな文明。腕一本落ちたくらいで天命がなくなりはしないと何かの本でも読んだぞ。その絹紐でも巻いて血を止めておけ。それより見たかウンベール、お前の腕を切り飛ばしたのはそこの田舎者の剣だぞ。素晴らしい。こんなここまでの禁忌を犯す人間を私は初めて見た。貴族採血剣の対象下級貴族と狩猟地民だけだ。禁忌を犯した大罪人とあらばその限りではない。この私とて実験で人の首を落とすのは初めてだ。いや、父上やお父上さん、そこまでしたことはあるまい。これで私はさらに強くなる。有事を集結し、姫滞在人ユージオ、三刀尺子嫡男たるこのライオス・アンティノスが汝を貴族採血権により処刑する。天命の全てを神に捧げ、その罪を償うがいい。剣を引けライオス、お前にユージオは傷つけさせない。ようやくのお出ましか、キリト修験士。しかし少々遅すぎたぞ。そこの田舎者はもはやこの学院の生徒でも、それどころか帝国の臣民でもない。禁忌目録に背いた滞在人だ。ならば私、この三刀尺家長子にして首席上級修験士たるライオス・アンティノスには、その罪を採決する権利がある。お前こそ下がってそこで見ている。いつぞやの花のようにこの罪人の首が落ちる様をな。禁忌だの貴族の権利だの知ったことか。遊女は俺の親友だ。そしてお前は闇の国のゴブレンに戻るクズ野郎だ。なんともこれが驚いた。辺境の田舎者同士仲良く大逆の罪を犯してくれるとはな。これで私はお前たちを揃って処分できるわけ。良き日か。これぞステイシア神の導きというものだ。来いライオス、積もり積もった借りまとめて返せ。状況に立たされてるんだ。自尊心の塊である彼にとって自分の命は何より大事だろう。だが同時に絶対の法である禁忌目録に反することもできない。禁忌全滅、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 禁忌
たのか。死んでた。殺した。した殺し。ティーゼのせいじゃない。僕が、僕の考えが足りなかったからだ。ティーゼには何の責任もない。でもいいんだ。ティーゼとロニエが無事だったんだから、僕の方こそ謝らなきゃ。ごめん、怖い思いをさせてしまって。ウンベールは言っていた。人殺し、化け物って、その通りだ。キリト、僕はお前は人間だ。ユージは俺と同じ、いくつも間違いを犯してはその意味を探してあがき続ける人間なんだ。次の日、ユージオ、もう目は大丈夫か？うん、ちゃんと見えるよ。寮館のアズリカ先生が直してくれたおかげでね。よかった。アズリカ先生はさすがだな。俺たちのことも残念がってくれたし。そうだね。禁忌目録に背いた罪人なのに、先生は僕たちを最後まで生徒として扱ってくれた。それに気になることも言っていたよな。もしかしてあのことかい？ああ、あなたたちはこの世界の真実を近いうちに知ることになる。禁忌目録、いえ氷教会それ自体さえも神ならぬ人が作ったものだということ。それからアズリカ先生は、自分は最後まで右目の封印を破ることができなかった、そう言っていたね。ああ、だからこそお前は先に行けると言っていた。俺もそう思うぜ。右目の封印、やはりそれがこの世界の人々を禁忌目録に縛りつけている。そして友情はロニエとティーゼを救うために法に背き封印を破った。だが限界の突破を目的とした実験を行っているのに、なぜそんな封印を用意する必要があるんだ。キリト、こんなことになってごめん。君がここまで僕を連れてきてくれたのに。アズリカ先生は、俺たちがあの塔に達した時きっと何かが起きる、そう言ってただろ。俺たちはこれからその塔、セントラルカセドラルに連行される。目指していた場所に予定より早く行くことになったんだ。きっとアリスにも会える。うん、そうだね。キリト、ユージオ、氷協会より迎えの使者が到着した。速やかに出立することを命ずる。飛竜がいるってことは、僕らの迎えって聖号騎士なのかな。会ってみりゃわかるさ。北セントリア帝立修験学院所属、ユージオ上級修験士です。同じくキリトです。セントリア地域統括、氷協会聖号騎士、アリス・シンセシス・サーティです。アリス、君なのか。アリスなのか。アリス、ユージロ、言動には気をつけなさい。私には
お前たちの天命の7割までを奪う権利があります。次に許可なく触れようとしたら、その手を切り落とします。しかし天命を3割減らすつもりで撃ったのですが、その半分しか減っていない。身の裁きだけで受け流したのなら、上級集権士に任せられるだけの、あるいは殺人の大罪を犯すだけのことはあるというわけですか。あの騎士がお前の探してたアリスなんだな。うん、ならこの場は指示に従おう。罪人としてでもセントラルカセドラルに入れさえすれば少しは事情がわかるはずだ。立ってついてきなさい、上級集権士ユージオ、上級集権士キリト。そなたらを近畿上皇定職のトガにより捕縛連行し、審問の後処刑します。ティーズ、ロニエ、ダメだティーズ、来るんじゃない。騎士様、お願いがございます。先輩たちに剣をお返しする許可をどうか。いいでしょう。ただし罪人に剣を帯びさせるわけにはいかない。これは私が預かります。会話をするなら1分間に限って許可します。ユージオ先輩、ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。私が愚かなことをしたせいで。違うよ、違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張ってきっと聖号騎士になって先輩を助けに行きますから。だから待っててくださいね。きっとキリト先輩、これお弁当です。お腹が空いたら食べてください。ありがとうロニエ。時間です、離れなさい。キリト、アリス、ねえどこに行ったの？隠れてないで一緒に遊ぼうよ。もう早く出てきてよ、怒ったりなんてしないから。なあ、そろそろ戻ろうぜ、バレちゃうよ。まだ大丈夫よ、もう少し、もうちょっとだけね。どうして。ねえ、君たちは僕にとって何よりも。カセドラルの地下牢へ投獄された俺たちは、腕を戒める鎖を互いにすり合わせて破壊、さらに地下牢から脱出するために鉄格子も鎖で壊し、最上階を目指すことに。どうしたユージオ、ぼんやりして。え、ああ、懐かしくて不思議な夢を見たんだ。ずっと昔、僕がまだ子供だった頃、僕は
アリスとキリトを探してた。ん？子供時代の夢なのに俺が一緒にいたのか。うん、そうなんだ。でもキリトは、ユージを何でもない、ただの変な夢だよ。俺も前に子供の頃のユージオとアリスと自分が一緒にいたような感覚を覚えたことがある。ユージオは前もアリス、そしてセルカではない誰かと三人で冒険に行ったと言っていた。ユージオも同じような記憶を持っているのか。きっと疲れていたし、いろんなことがあったからだね。まあそうだな。さてと、一応聞いておくけど、いいんだな、ユージオ。ここから脱出してアリスに関する真実を探るということは、つまり氷協会に真っ向から反逆するってことだ。今後は何か行動を起こそうとするたびにいちいち葛藤している余裕はないぞ。今すぐ覚悟を決められそうになかったらお前は残った方がいい。ああ、分かってる。僕はもう決めたんだ。アリスと一緒にルーリットの村へ帰るためなら氷協会にも背く。必要なら何度でも剣を抜いて戦うって。あの聖号騎士が本物のアリスなら、記憶を失っている理由を突き止めて元のアリスに戻すんだ。僕にとってはそれが何より大切なことなんだ。法で禁じられていたとしてもしなきゃいけないこともある。僕にもその意味が分かった気がするよ。そうか、お前の覚悟しっかり伝わったよ。でもここから出たら戦闘は可能な限り避けるぞ。アリス以外の聖号騎士ともまともにやり合って勝てる気はしないからな。うん、よし行こう。さてと、キリト、もしかして楽しみだ。なるほどね、任せろ。
よし。どうかな。もしかして。え？つまり。はあ、いいね。そんなところに立っていないで入ってきたまえ、囚人君たち。さすがに我が子アリス様は軽眼であることよ。囚人の脱走という万に一つの事態を見事に予期なさるのだから。アリス様、我が子。もちろんすぐに地下牢に戻ってもらうが、その前に少々厳しいお仕置きが必要だな。君たちも覚悟の上だろうね。ならもちろんあんたも俺たちが無抵抗にお仕置きを受けるとは思ってないよな。威勢がいいね。まだ学院を卒業もしていないひよこだと聞いていたけど、大したものだ。そのから元気に敬意を表して、君たちの天命を残り一滴まで減らす前に名乗っておこう。私は聖号騎士エルドリエ・シンセシス31。ほんの一月前に天界より召喚されたばかりで、未だ統括地もない若輩だが、そこはお許し願おうかな。戦うぞ。俺が先に相手するから、勇者は合図を待ってくれ。うん。でもキリト、僕もう迷ってる場合じゃないんだ。あいつに勝てなきゃとてもカセドラには登れないぞ。いや、迷ってるわけじゃなくて、僕あいつの名前、後にしよう。了解。だけど無理はするなよキリト。なるほど。剣もなしにどうするのかと思っていたが、その鎖を武器にするつもりか。これなら少しは戦いがましい戦いを期待できそうかな。ならば私も剣ではなくこちらを使うとしよう。それでは氷協会と禁忌目録に背いた挙句、牢破りまでしたその覚悟に敬意を表して、最初から全力で相手をさせてもらうよ。さあ始めよう。プラス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 。余裕の一緒ならきっと勝てる。Yeah!
アリス様が警戒するわけだな。型も何もない攻めだが、それゆえに私の予測を上回るか。よもや記憶解放の奥義まで使うことになるとはね。記憶？あなたこそやっぱりさすがだ、聖護騎士ども。この状況で感心している場合か。やっぱりってどういう意味だ。僕最初からどこかで聞いた名前だと思ってたんだ。さっきようやく思い出した。この人はね、キリト、今年のノーランガルス北帝国第一代表剣士、そして四帝国統一大会の優勝者、エルドリエ・ウールス・ブルーグだよ。私が北帝国代表剣士、エルドリエ・ウールス・ブルーグ。その通りです。学院の掲示板に確かに書いてありました。紫の髪の美女婦で流麗極まる剣術で全ての試合を一本勝ちしたって。違う、私は聖護騎士エルドリエ神聖室31だ。知らぬ、ウールス・ブルーグなどという名は。でもあんただって生まれた時から聖護騎士だったわけじゃないだろ。騎士に任命される前はそういう名前だったんじゃないのか。知らん、私は知らん。私は最高司祭アドミニストレータ様の招きを受け、聖護騎士として天界よりこの地に召喚され。エルドリアについて他に知っていることはないか。何でもいいからこいつの記憶をもっと呼び覚ますんだ。エルドリア、あなたは帝国騎士団将軍エシドル・ウールス・ブルーグの息子だ。母親の名前は確かアルメラ。そう、アルメラだ。そうだ、思い出せ全部。罪人よ、騎士サーティワンから離れろ。高貴ある聖護騎士、堕落の誘いを試みたち、もはや許せぬ。獅子を射抜いてから脳に叩き返してくれるわ。走れ。おい、こっちじゃ。誰だ。こんなところに扉。君と。ここはもうセントラルカセドラルの内部なのか。そうであるとも言えるし違うとも言えるな。わしが本来の扉を消去したゆえ、この大図書室はカセドラル内部に存在するが、何者も入ってくることはできない。わしが招かない限りはな。大図書室。うむ、ここにはこの世界が創造された時よりのあらゆる歴史の記録と天地万物の構造式、そしてお主たちが神聖術と呼ぶシステムコマンドのすべてが収められておる。あんたは一体
誰なんだ。わしの名はカーディナル。かつては世界の調整者であり、今はこの大図書室のただ一人の司書じゃ。あらゆる歴史、四帝国の建国以来の年代記が全部ここにあるんですか。どうじゃな、読みたければ書家の本を読んでもよいぞ。どれでもいくらでもな。少し休んで作戦を練り直そうぜ。どうやらここは安全な場所みたいだしさ。賢明じゃな。さてお主ら、右手を出せ。ああ、すごい。ありがとう。うむ、あの階段から先が歴史の回廊じゃ。ありがとうございます。それでは少し失礼します。ここにある創世記は氷教会の最高司祭が口述して筆記官に書き取らせた創作物ではあるがな、残念ながら。じゃあやっぱりこの世界に神様は実在しないのか。ステイシアもソルスもテラリアもベクタも。オラン、アンダーワールドの民が信じている神話は教会が支配権を確立するために作り広めたものに過ぎ、神たちの名は緊急措置用の最高権限アカウントとして登録はされているが、外の人間がそれでログインしたことは一度もないよ。あんたはアンダーワールドの住人じゃないんだな。この世界の外側、システムの管理者たちに近しい存在だ。うむ、そしてそれはお主もじゃな、無登録民キリトよ。ああ、そうだ。アンダーワールドを作った者たちの名はラース、 RATH。 そうだな。いかにも。そしてあんたはカーディナルシステム、仮想世界を制御するための自律型プログラムだ。ほう、それを知っているか。あちら側でわしの同類と接触したことがあるのか。まあな。でも俺の知る限りカーディナルシステムにそんな擬人化インターフェースは組み込まれてはいなかった。一体あんたはどういう存在なんだ。この場所で何をしているんだ。それではこの世界についてお主に話すことにしよう。随分と長い話にはなるがな、このアンダーワールドはある目的を持って外部のものによって作られた箱庭、人工世界じゃ。原初、わしがまだ意識を持たぬ管理者だった頃、現実世界から4人の人間がこの土地に降り立ち、人工フラクトライトの子供を育てたのじゃ。その際に後の禁忌目録の礎となった善悪の倫理観が教えられた。原初の4人、つまりこの世界を作ったラースの研究員たちか。うむ、じゃがおそらくその原初の4人の中に知性に秀でていても善ならざる者が一人だけ存在したのだ。そやつがいわば汚染したのさ。その結果、子に所有欲や支配欲といった利己的な欲望を伝えてしまった。その子供が祖先となったのだ。今の人界を支配する貴族や皇族、そして氷教会の上級司祭たちの名。この世界を支配しているのは最高司祭アドミニストレーター。彼女が禁忌目録を作成し民を支配している。かの女が現在のこの永遠に停滞した世界の支配者といえよう。また外部との連絡手段を持つものである。順に話そう。氷教会という絶対統治機関が作られたのはおよそ350年前のことじゃ。原初の4人のログアウトから数十年後、住人たちはすでに数人の領主に支配されていた。ある時反目していた領主家の間で政略結婚のようなことが初めて行われ、一人の女の赤子が生まれたのじゃ。天使のような可愛らしい容姿と全フラクトライトの中でも
最大級の利己心を併せ持った赤子がな。名をクイネラという。後にアドミニストレータと名乗るクイネラという少女は、神聖術の修練という天職を与えられ、神聖術つまりシステムコマンドの解析を始めた。クイネラはわずか11歳の時に無害な金飛び狐に攻撃術を試し撃ちし、権限上昇の仕組みを発見したのじゃ。やがてクイネラは夜ごと家を抜け出し、家族や村人に隠れて殺戮を続けたのじゃ。クイネラの権限レベルは際限なく上昇を続けた。同時にコマンドの解析も着実に進み、彼女は天命回復や天候予測といった当時の民にとっては奇跡にも等しい数々の術を操れるようになった。そして神の申し子と信じられ、セントリア民たちに崇めたてまつられたクイネラは、神のために祈る場所が必要だと告げ、すぐに村の中央に白大理石の塔が建てられた。それこそがこのセントラルカセドラルの原型よ。そして同時に氷教会350年の歴史の端緒じゃ。禁忌目録を生み出したのはこの世界を支配する氷教会の最高司祭アドミニストレータじゃよ。それでもあの女が禁忌目録を生み出した理由は決して道徳心のためなどではない。クイネラの支配体制は盤石となりつつあり、人口は増加し、人々の居住地域も拡大していった。じゃが己の目が届かぬ部分が出てくるとクイネラは不安になったのじゃな。辺境の地で自分と同じように神聖術行使権限の秘密に気づく者が現れるのではないかと。そこで彼女はあらゆる人間を確実に支配するために明文化された法を作ることにしたのじゃ。第1項には氷教会への忠誠を書き、第2項に殺人行為の禁止を記した。なぜか、無論人間を殺せば殺した者の権限レベルが上昇してしまうからじゃ。禁忌目録を配布し、氷教会の支配を絶対的なものにしたクイネラだったが、求めたのはさらなる権限、さらなる秘跡、己に与えられた最後にして絶対の限界、天命すらも超越するほどのな。そしてついにクイネラは手に入れたのじゃ。この世界に存在するシステムコマンドの一覧もな。掩体やコマンドリストの呼び出しに成功したクイネラは、まず自分の権限を最上位にまで引き上げた。カーディナルシステムのみが持つ権限のすべてを己に付与していったのじゃ。地形や建築物の操作、アイテムの生成、そして天命の操作までもな。天命の操作、それはつまり寿命の限界を突破できるということよ。クイネラは天命値を全回復させ、天命の自然現象を停止させ、さらに容姿の回復を行った。アドミニストレーターはなぜ氷教会を作り人界の支配を目論んだんだ。もともとは彼女の持つ世界で最も利己的な意志と際限のない支配欲に駆られているだけだった。じゃがその欲望ゆえに奴は自分と同等の権限を持つ存在すらも許せなかったのじゃ。それはカーディナルシステムそのもののことか。しかり。じゃがいかに神聖術には長けようと、所詮クイネラは科学文明とは縁なきアンダーワールド人じゃ。クイネラはカーディナルシステムそのものを己に取り込もうとし、その結果カーディナルシステムの基本命令を己のフラクトライトに書き換え不可能な行動原理として焼き付けてしまった。権限レベルだけを奪うつもりがカーディナルと自らの魂を融合させてしまったのじゃ。カーディナルの基本命令ってのは具体的には何なんだ。秩序の維持じゃ。その命令を魂に書き込まれたクイネラは混沌し、一昼夜眠り続けてから覚醒した。その時にはもう彼女はあらゆる意味で人間ではなくなっておった。老いもせず、水も飲まず、パンも食わず、欲するのは
己が支配する人界を今のまま永遠に保つことのみ。クイネラがアドミニストレーターとなってから70年後、彼女は己に何らかの異変が起きたことを自覚した。睡眠時以外でも短時間意識が途絶したり、数日前の記憶が再生できなかったり、何より完璧に暗記しておるはずのシステムコマンドを即座に思い出せなくなるという感化できぬ現象じゃった。彼女は管理者コマンドを駆使して己のフラクトライトを詳細に検査し、その結果に戦慄した。なんと記憶を保持するための領域の容量がいつの間にか限界に達しておったのじゃ。当時、つまり今より200年前のことじゃ。氷教会のシスター見習いとしてセントラルカセドラルの仮想で神聖術を学ぶ年の頃10ばかりの女子がおった。アドミニストレーターはその女子をカセドラル最上階の居室に連れてこさせると、慈愛に満ちた聖母の微笑みで迎えた。奴は言った。あなたはこれから私の子供となるのですよ。世界を導く神の御子に。アドミニストレーターはその女子のフラクトライトに己がフラクトライトの思考領域と重要な記憶を上書き複写しようと考えたのじゃ。じゃが失敗した。失敗？そうとも。なぜなら女子に乗り移り、それまでの自分を処分するその一瞬だけ同等の権限を持つ神が二人存在してしまうことになるからじゃ。教えてくれカーディナル、あんたは一体何者なんだ？まだわからぬか。クイネラが己の魂に刻み込んでしまった基本行動原理は一つではなかったのじゃ。メインプロセスに与えられた命令、世界を維持せよ。そしてサブプロセスに与えられた命令、メインプロセスの過ちを正せ。サブプロセス、過ちを正す。つまりクイネラは魂のコピーを行うために別の少女のフラクトライトに自分の人格を上書きした。あんたはその少女に人格が上書きされた際に肉体を獲得したもう一人のクイネラ、正しくはクイネラがカーディナルプログラムを取り込んだ時から存在していたサブプロセス、そういうことだな。いかにも。わしは奴の魂の複製儀式の際に新たな肉体を得てしまったサブプロセス。わしらは互いに見つめ合い、直後圧倒的な敵意を意識した。それはどうしても目の前の存在を許すわけにはいかないという本能に近い情動であった。そしてその瞬間にわしとアドミニストレーターの戦いが始まったのじゃ。初めて対峙した時、我らは神聖術によるほとんど互角な戦いを行い、死闘を繰り広げた。じゃが奴は最後の最後で戦っていた空間を丸ごとシステムコマンド禁止アドレスに指定しおったのじゃ。その結果わしは奴に敗北したというわけじゃ。そしてわしは敗走して大図書室に逃げ込み、術式で扉を破壊しカセドラルからこの空間を切り離した。あんたはアドミニストレーターに敗れこの大図書室に逃れた後ずっとここにいたのか？うむ。そしてわしはここで200年にわたってお主のような協力者を待ち続けてきたというわけじゃ。アドミニストレーターはわしが動くより先に奇襲を警戒し、それに対抗する手を打った。職務の大部分を代行させ、同時に最強の守護者となりうる忠実にして強力な手駒を揃えたのじゃ。それこそが聖号騎士であり、彼らの誕生によってわしの奇襲が成功する確率は限りなく低下した。それにわしは一人、対して奴は聖号騎士を有する巨大組織のトップじゃ。だから協力者を求めたのか？うむ。とはいえ協力者は禁忌目録を破ることができ、さらには戦闘能力および高度な神聖術を扱える必要がある。わしは条件に合致した人物を見つけるために鳥や虫を使い魔として全世界に放った。そんな中わしの耳に
アドミニストレーターが配置した破壊不能オブジェクトが破壊されたという情報が入ってな。わしはオブジェクトを破壊した若造二人を見つけ、使い魔の一人にその動向を探らせることにしたのじゃ。名前はシャーロットじゃ。ルーリットの村を出たその時からお主とユージオの言動を見聞きしておった。あ、じゃあたまに髪の毛をツンツン引っ張られるような感覚があったのはもしかして。わしはまずお主と相棒が人の手ではほぼ破壊不能なオブジェクトギガスシダーを破壊したがゆえにその理由を探らせた。そしてお主らがたった二人でダークテリトリーからの先見偵察部隊を撃退したと分かったのじゃ。さらにシャーロットを通して観察を続けるうちにお主が禁忌目録に縛られておらぬことを知った。またお主が外部から来た人間であることもな。わしはそれゆえお主を最大の希望として見出したのだ。そうだったのか。あれは俺に宿った霊感でも直感力でも何でもなかったってわけだ。もしかしてあの時も育ててたゼフィリアのつぼみを切られた時、俺を励ましてくれたのも君なのか。ありがとうシャーロット。氷教会の支配下にある最強の守護者聖豪騎士、彼らは一体何なんだ。事実は核も残酷なものでな。アドミニストレーターが禁忌目録違反による反逆を恐れるがゆえに作り出した手駒に過ぎんのじゃよ。アドミニストレーターはシンセサイズの秘儀なる儀式により元の記憶を奪い、その代わりに忠誠意識を植え付ける。そうして生み出されたのが聖豪騎士なのじゃ。そのシンセサイズの秘儀ってのは一体何なんだ。やつが違反指数の高い人間を山ほど研究材料に使い生み出した術式じゃ。対象の記憶の一部を奪い、代わりに己への忠誠を強いる。パイエティモジュールを頭部に埋め込む。わしがお主を協力者に選び、アドミニストレーターを倒さんとする理由は、失った権限を取り戻すためだけではない。ましてや禁忌目録という鎖に縛られる民を解放するためでもないのだ。どういうことだ。いずれ外部の人間がこの世界に与える運命、最終孵化実験、その日が来るまでにわしが全ての魂を静かに痛みも苦しみもなく眠らせるためじゃ。最終孵化実験ってのは一体何なんだ。うむ、まず前提としてこの世界を作ったラースは人工フラクトライトたちの幸福な営みなど望んではおらぬのだ。むしろその逆、民たちを巨大な万力でゆっくりゆっくりと締め上げて、どのように抗うのか観察するためにのみこの世界は存在する。一体何が起こるんだ。人界という卵を挟み込む万力がついに殻を割るのじゃ。闇の世界の住人たちは人間と同じフラクトライトに殺戮と強奪の行動原理を付与された存在じゃ。彼らは単純に力の優劣をヒエラルキーとする体制によって組織化され、原始的じゃが強力な軍隊を作り上げておる。その集団が彼らの言葉でイウムと呼ぶ人海人の領土に攻め入り、暴虐の限りを尽くす日を今か今かと待っておる。おそらくそう遠い未来の話ではないぞ。これがアンダーワールドという世界の歴史と待ち受ける苦難の全てじゃ。なるほどな。それじゃあ最高司祭であるアドミンストレーターを倒してあんたがカーディナルシステムの全権を取り戻したとしても、最終孵化実験による闇の軍勢の進行は止められないんだな。うむ、それにもし仮にわしが全権限を回復し一撃で闇の怪物を焼き尽くすコマンドを編み出せたとしても、わしはそれを使わぬよ。なぜなら彼らとて望んで怪物となったわけではないのじゃ。
ダークテリトリーに住む種族たちも人工フラクトライトを持つ存在だからか。うん、言うたじゃろ、100年考えても答えなど出ぬとな。そんな彼らを一方的に悪として断罪することなどできはしないか。じゃあ人界とダークテリトリーが和平を締結するよう試みることはできないのか。それには数百年の歳月がかかることであろう。そしてこの世界のすべてはラースが掌握し支配している。和平を成し遂げたところでこの世界に先はないのじゃ。それゆえわしは最終負荷実験の到来が来る前にアドミニストレーターを排除し、カーディナルシステムとしての全権を取り戻す。そしてアンダーワールドを人界もダークテリトリーも全てまとめて無に返そう。無に返す？ああ、ライトキューブクラスターに保存されている全てのフラクトライトを削除するのじゃ。人界の民のものも闇の民のものも一つ残らずな。それはつまり人々が死ぬことを回避できないなら、その前にみんなを安楽死させる、そういうことか。この世界の民の魂は一瞬の操作で消滅する。何一つ知覚せぬまま消え失せるのだ。それが殺人行為であることに何ら変わりはないかな。この世界がラースに依存している以上、独立は望めぬからな。ラースにとってアンダーワールドはただの実験対象じゃ。最終負荷実験も避けることなどできぬ。そうだな、現状ではどう考えても不可能だ。これでわしが単にこの世界の人々を救うためにお主に協力を要請したわけではないと分かったであろう。ああ、よく分かったよ。あんたがどんな思いで200年間この世界を見つめ続け、その結論に至ったかもな。そうか。この世界の人々はラースにとってはただの実験対象に過ぎない。最終負荷実験に向けて育てられた一瞬の操作で消し去ることが可能な存在なんだ。どう交渉し彼らの命の自由を叫んだところで、その望みは一瞬にして途絶えてしまうことだろう。だが本当にそうなのか、あがき、その実験を止めることはできないというのか。お主がわしに協力し、わしが全権限を取り戻すことができたのならば、限定的ではあるがお主の望みを叶えよう。助けたいと願う者の名を指定すれば、その者たちのフラクトライトは消去せず凍結されたまま残す。あとはお主が外部世界に脱出した後に彼らの魂が残ったライトキューブを確保すればよい。10個程度であれば不可能であるまい。お主にとってもこれが最善ではないにせよ、事前の選択のはずだ。俺はそう簡単に割り切ることはできないよ。誰かだけを選び助けるだなんて。そうじゃろうな。2年半、わしが見つめたお主はそういうやつじゃった。この世界の人々の儚い命、それを選別する権利など俺にあるのだろうか。だが現状俺にはどうすることもできないんだ。たとえ俺が外の世界と連絡を取ることができたとしても。事情は分かったよ。どうじゃキリトよ、わしは強制できん。もしお主がわしと協力できぬとしても、望みの位置のバックドアからお主とユージを送り出してやろう。その場合はお主らが万難を排してアドミニストレーターを倒し、それぞれの目的を果たした後はこのわしと戦うことになるじゃろうが、それもまた運命というほかあるまいな。カーディナル、あんたは自分の魂はクイネラのコピーだとそう言ったよな。うむ、いかにもその通りじゃ。ならあんたにも純粋なる貴族の血が流れているはずだ。己の利益と欲望のみを追求する遺伝子が、なぜあんたは全てを投げ出し逃げなかったんだ。
なぜこんな場所で一人200年も待ち続けたんだよ。愚かなやつじゃ、つくづく。ゆうたろう、カーディナルサブプロセスの存在理由、魂に焼き付けられたわしにとって、あらゆる利益、あらゆる望みはただ一つ、アドミニストレーターの排除と世界の正常化じゃ。わしにとってはもはや正常なる世界とは完全なる虚無に返すこと以外に実現できぬのじゃ。ゆえにわしは、いや違うかな、わしにも欲望はある。たった一つ、この200年どうしても知りたかったことが。おい、キリト、お主も立て。は？私の200年は間違いじゃなかった。この温かさを知っただけで私は満足。報われた、十分に。ぼーっと突っ立っておるつもりじゃ。そりゃないよ。それで結論は出たか。わしの提案に乗るか、それとも蹴るか。わかった、あんたの作戦に乗るよ。でも俺は考えることはやめない。この先、聖号騎士たちやアドミニストレーターとの戦いが始まっても、何か手段がないか探し続ける。孵化実験段階の悲劇をどうにか回避して、世界が平和に存続できるような解決策を。やれやれ、とんでもない楽天家じゃな。分かっておったことじゃが。だってさ、俺はあんたにも消えてほしくないんだ。10人選べと言われたら、そこにはあんたも入れるよ、間違いなく。その上愚かなやつじゃ。わしが脱出してしまったら、誰がこの世界を消去するというのだ。だから状況は理解したけど、悪あがきは放棄しないって言ってるだけだよ。お主にもいつかは諦めることの苦さを知る時が来る。力尽くして及ばぬことではなく、及ばぬであろうという推測を受け入れなくてはならぬ時が。さ、相棒もそろそろ歴史書を読み終わるじゃろうし、今後の具体的な行動計画はユージを交えて話そう。そのためにも、まずは現実世界の知識などを除いた最低限の情報をあやつに教えてやらねばな。俺は戻ってきたユージオに
事情とこれからのことを説明した。そうは言っても、あくまでも簡略化した説明だ。聖号騎士たちは、シンセサイズの秘技で記憶を抜かれて、氷協会に忠誠を誓わされた存在であり、追放されたもう一人の最高司祭カーディナルは、聖号騎士たちとの戦いに協力してくれるということ。そしてカーディナルの目的は、アドミニストレーターを倒し、最高司祭に復帰することなのだと、それだけを伝えた。外の世界や、孵化実験の後に待つ、アンダーワールド人の結末に関して話すことは、俺にはとてもできなかった。それでも、いつかは切り出さなくてはならないだろう。だが、今はそれを考えている暇はない。記憶を抜かれ、氷協会へ絶対の忠誠を誓わされた存在。それが聖号騎士。カーディナルさん、それでは、あのアリスはやはり、アリス・ツーベルクと同一人物なのですか？すまんが、わしがこの場所で手に入れられる情報は、ごく限られておるのじゃ。アリスという聖号騎士の出自については、今となっては知るすべもない。そうですか。だが、聖号騎士を誕生、いや、作り出すためのシンセサイズの秘技を解除する方法は教えられる。本当ですか？ああ、パイエティモジュールを除去すればよい。パイモジュ…エルドリエの額から出ていたあの紫色の三角水晶柱だよ。ああ、あれのこと？つまり、シンセサイズの秘技を解くには聖号騎士の過去の記憶を揺さぶってやればいいってことか。いや、それだけでは不十分じゃ。もう一つ、絶対に必要なものがある。それは何です？モジュールが挿入されておる場所に本来存在したもの、つまり聖号騎士にとって一番大切な記憶のかけらじゃよ。大抵は最も愛する者の思い出がそれにあたる。エルドリエが強く反応した言葉を覚えているか？はい、彼の母親の名前でした。それを聞いたら水晶がもう少しで抜け落ちそうになったんです。ならばそれじゃろうな。エルドリエは母親に関する記憶を抜き取られ、そこにモジュールを埋め込まれておるのじゃ。全ての聖号騎士は最も大切な記憶のかけらをアドミニストレーターに奪われておる。それを取り戻さぬ限り、たとえモジュールを除去できても記憶の流れは元に戻らぬ。記憶のかけら。もしアドミニストレーターが騎士から抜き取ったそれを破棄していたら。いや、そうは思わん。アドミニストレーターは慎重な女じゃ。何かに使えそうなものを破棄したりはせぬじゃろう。まず間違いなく自らの居室セントラルカセドラル最上階に保管しておるはず。ってことは、聖号騎士を元に戻すために記憶のかけらが必要だけど、それを手に入れるには騎士たちの守りを突破してアドミニストレーターのいる最上階まで到達しなきゃいけないってわけか。聖号騎士は殺さずに勝とうなどという甘い考えが通じる相手ではないぞ。わしがお主らにしてやれるのは、聖号騎士と対等の装備を与えることくらいのものじゃ。あんたは一緒に来てくれないのか？もしわしが大図書室から出れば、即座にアドミニストレーターもそれを感知し、カセドラル内の全聖号騎士とあやつ自身を相手取った総力戦となってしまうじゃろう。じゃが今ならまだアドミニストレーターはお主らを捕らえて聖号騎士とする計画を捨てておるまい。二人だけで出ていけば少数の騎士を差し向けて生け捕りにしようとするはずじゃ。その騎士たちを順に突破しつつカセドラルを駆け上る以外に手はなかろう。もし聖号騎士アリスがそなたらの前に立ちはだかったならば、これを使うがよい。これは探検？一撃必殺の秘密兵器か何かか？その2本の探検はそれぞれわしの髪の毛を変換して作ったものじゃ。世界最高の権限の持ち主であるわしの体が素材とはいえ、
短剣自体に攻撃力はないに等しい。しかしそれに刺された者は大図書室にいるわしとの間に切断不可能の経路が接続される。つまりわしの用いるあらゆる神聖術が必中となるわけじゃ。聖号騎士アリスと遭遇したら体のどこでも構わんから、それをさせ、その瞬間わしの術でアリスを深い眠りに導こう。お主らが彼女の記憶を取り戻すまで。もともとは対アドミニストレーター用に生成したものじゃ。あやつの攻撃をかいくぐり体に刺してもらうためにな。一本は予備のつもりじゃったが。何、一度で成功すれば問題はない。あの、本当にいいんですか？二つしかない探検の片方をアリスのために使わせてもらって。構わぬさ。それでカーディナル、さっき言ってた聖号騎士と対等の装備を与えるっていうのは？うん、お主らの愛犬を取り戻す。え、取り返してくれるんですか？僕の青バラの剣とキリトの黒いやつを。おそらくそなたらの剣はカセドラルの武具保管庫に収納されておるはずじゃ。付近にバックドアを作るから武具庫に入り、剣や他に必要な装備などを手に入れるのじゃ。わかった。とりあえずこれで行動の指針は決定したわけだな。残念じゃが、もう一つせねばならんことがある。え、な、何？お主らの剣は確かに強力じゃが、それだけでは聖号騎士たちには勝てん。なぜなら連中には武器の性能を数倍に増幅する恐るべき技があるからじゃ。あ、もしかして武装完全支配術ですか？そうじゃ。人気級の武器は対象となったオブジェクトの性質を色濃く受け継いでおる。完全支配術は言うなれば武器の記憶を全解放することで本来ありえない超攻撃力を実現するものじゃ。ついてこい。少し休み、その後に術式を組み上げるとしよう。カーディナルさん、本当にできるんでしょうか？剣の実物がないのに解き放たれた姿を思い描くなんて。ないから良いのじゃ。実物を目の前にすれば想像がそこで止まってしまう。剣に秘められた記憶に触れ寄り添い解き放つにはお主らの手も目玉もいらん。心の目があればそれで足りる。心の目か。よし、それではまず卓上にそなたらの愛犬が横たわる様を強く思い描くのじゃ。わかった、やってみます。黒いやつ、考えてみれば今に至るまでそんないい加減な仮な、あ、いや仮名で呼び続けてしまってかわいそうなことをしたものだ。付き合いはまだ3ヶ月にも満たない。関わりこそ浅いが、束を握りソードスキルを繰り出す時の一体感、高揚感は歴代の愛犬たちに劣るものでは決してない。深く、もっと深く潜るのじゃ。剣に秘められた記憶、存在の本質に触れるまで。剣の記憶、ギガスシダーの記憶、まるで俺自身の記憶のように。周囲は深い森だが、俺ギガスシダーの周りには他の木が全く生えていない。孤独、荒涼たる寂しさ。他の木々たちと梢を触れ合わせたくて懸命に枝を伸ばす。枝をもっと伸ばそうと根から知力を、葉から葉力を思い切り吸い込む。しかし、ああ、なんということか。周りの木たちが次々と枯れ果て崩壊する。俺が枝を伸ばそうと知力と葉力を吸い込むせいで近くの木たちが枯れてしまうのだ。いつの間にか俺は
森の木々たちの何十倍も大きくなり、空き地も最初の何十倍も広くなってしまった。そして孤独の深さもまた。よし、そこまで。うむ、お主たちが導いた剣の記憶、確かに受け取った。まずはキリト、お主の剣からじゃ。この紙に書かれているのが武装完全支配術の術式。あれ、この術式、結びの句がエンハンスアーマメントになってるよな。なんじゃ、不満か。いや、そうじゃなくてさ、確かエルドリエと戦った時、あいつが使った完全支配術は違ったような。あと、リリースリコレクションだったかな。彼がそう唱えたら、ムチが本物の蛇になったんだ。あ、そうそう、カーディナル、俺たちの完全支配術にはいらないのか、それ。よいか、武装完全支配術には2つの段階がある。強化と解放じゃ。強化とは、武器の記憶を部分的に呼び覚まし、新たな攻撃力を発現させること。そして解放とは、言葉通り武器の記憶を全て目覚めさせ、荒ぶる力を解き放つことじゃ。エルドリエの総輪弁の場合は、強化すると無知の射程を伸ばしたり分裂させたりできて、解放すると無知が蛇に変身して自動的に敵を攻撃するわけか。そういうことじゃ。しかし先に言っておくが、お主たちではまだまだ解放術は使えぬぞ。なんでですか。記憶解放によって生み出される攻撃力は、とても術式を覚えたばかりの剣士に制御できるものではない。高位の人気ならばなおさら、敵のみならず自分をも巻き込み、下手をすると命まで落としかねん。わかりました。さ、時間がないぞ。カセドラル3階の武器庫に通じる扉からお主らを送り出す。ユージよ、そしてキリトよ、世界の命運は今やそなたら2人に託された。地獄の豪華に包まれるか、全く虚無に沈むか、あるいは第三の道を見出すか。わしはもはや告げるべき全てを告げ、与えるべき全てを与えた。あとはただ信じる道を行けばよい。ありがとうございます、カーディナルさん。きっとカセドラルの一番上までたどり着いた。アリスを元に戻してみせます。では行くのじゃ。誰もいないね。武具庫なんだから衛兵がいるだろうと思ったけど、そもそも氷協会の盗みに入る人間なんかいないよな。でも僕らの侵入はもうバレてるんだよね。なのに随分と余裕あるな。実際余裕なんだろ、俺たちごときを探し回るまでもないってな。つまり次に聖豪騎士と出くわすときは、よっぽどの大人数か、よっぽどの強者だってことだ。せいぜいこの猶予時間を有効利用しようぜ。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。おお、すごいね。さすが氷協会のブグコナだけあるよ。ソルディリーナ先輩がここに来たら歓喜余って卒倒するかもな。教会はいずれ自前の軍隊でも作る気なのかな。聖豪騎士だけで十分だろうに。うん、
闇の軍勢と戦うため？いや、違うか。逆だな。軍隊を作るためじゃない。作らせないために教会はここに武具を集めたんだ。多分ここにあるのは全部神器か、それに準ずる強力な装備だろう。アドミニストレーターは氷教会以外の集団が強い武器を手に入れて無用な戦力を持つことを警戒したんだ。え？どういう意味だいそれ。たとえどんなに強い武器を持ったところで氷教会に歯向かおうとする集団なんてあるわけないじゃないか。つまり教会の権威を一番信じてないのは最高司祭様ご本人かもしれないってことだ。もっと見つけたぞ。いつまでも感動してないでさっさと吊るせよ。おう。ここは防具置き場かな。どうするキリト、これだけあれば僕らの体に合うのも見つかるし、鎧も借りてく？いや、俺たち鎧なんて着たことないだろ。慣れないことはしない方がいいよ。あの辺の服だけいただこう。エルドリエとの戦いなんかでこの服もそろそろ限界だろ。確かにこのままじゃそのうち服だかボロ切れだかわからなくなりそうだね。よし、さっさと着替えちゃおうぜ。きっとこの服もそれなりのいわくつきなんだろうな。聖護騎士の攻撃を多少は止めてくれるといいけどな。そりゃ期待しすぎってもんだよ。さてと、そろそろ行こうか。なあ、行こう。さてと。だけど、そうだ、